食べる。気の合う仲間が集まって、おしゃべりをしながら一緒に飲んだり食べたりするのは楽しいものだ。ある時、こんなことがあった。みんなで料理を作っている時、一人がトマトの皮を剥いて、お皿に並べ始めた。すると他の人が、あなた、トマトは皮を剥かないものよ、と言った。 そう言いながら、その人は包丁片手にキュリの皮を剥いている。あら、私の家ではキュリの皮は剥かないわ。と、トマトの皮を剥いた人は言う。それからしばらく、剥く、剥かない、どちらが正しい、正しくないと、みんなが言い始めて、料理の手はすっかり止まってしまった。結局、こんな小さなことでもいろいろ違うものね。 で、この騒ぎは終わった。自分の今までやってきた食べ方、料理の仕方と違えば、少しおかしいと思うのは当たり前のことだが、その理由をよく考えてみると、ただ慣れていないだけということが多い。最初は変だと思っても、口にしてみると、思っていたより美味しかったということもよくある。世界中を旅している人に、 どうしたらその土地の人と知り合いになれるのかと聞いてみると、片言でもいいから、そこの人たちの言葉を話し、一緒にお腹いっぱい食べ、飲むことだ、という答えが返ってきた。世界は広いのだから、トマトの皮を剥く人も剥かない人もいる。皮がついているか、いないかは問題ではなく、それよりも同じテーブルを囲んで、飲み、食べ、 一緒に笑うことが大切だ。そうすれば、特別な努力をしなくても、いい友達を作ることができる。